こんにちは、海進整骨院の山田です。今回はこの時期から増えてくる冷え性ですね、手の指先とか特に足の指先とかが冷えるっていう方のためにお話なんですけども、それがですね、心臓の温度は人間一定に保たれてるんですけども、誰しもが、どうしてもそこから遠くなればなるほど温度が一定に保てなくなってしまうんですね。それはこう血流の問題とかがあって、どん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 そういうふうに低く温度が低くなってしまうんですけども、じゃあ一体こう心臓からスタートした時にどの辺の血流からこう悪くなってて、どの辺から温度を保てなくなっているのかっていうのがですね、実はこのイネート活性療法で調べることができてですね、でそこの一つ一つを解決していけばですね、実はですね、この指先の冷え性の問題っていうのもですね、解決されてくるんですよね。でそういう細かいところの検査っていうものをちゃんとしていけば、ちゃんとそこに対して治療することができるんですよね。はい、そういうこう自分の体をこう詳しく見たい、見てほしいっていうふうに気になる方で、もし何とかしたいなっていう方は、こちら、詳しい説明はですね、この YouTube の URL をクリックしていただければ大丈夫です。よろしくお願いします。